シアルブラザーズ。イン、サタンの部屋。よくなければアムロレイ使ってくってやつで。さあ、というわけで今回はアムロレイ&ニューガンダム使っていきたいと思うぜ。はい、というわけで今回アムロ使っていたらかなり重要なポイント、重要なものが判明したから、それも、解説していきたいと思うぜ。はい、まずは性能面見ていくと、トリプルアンチを持っていて、これが天魔4完璧適正となっているぜ。アンチブロックもあって立ち回りやすい。で、殴り面でいくと、超バランス型にマインスイーパー EL、パワーオーラを持っていて、ね、しっかり殴っていける。まあ、とは言っても、天魔4は属性効果がアップしてないから、ね、超バランス型の恩恵は受けづらい。で、さらに、このパワーオーラ。これが、ドレイン M とリジェネ M と相性抜群で、かなりね、回復してくれるから、体力面もしっかりしている。殴りも体力も OK。さらに超アンチ減速壁で、しっかりと動いてくれる。で、やっぱパワーオーラとね、超バランス型が乗ってくる友情コンボも結構火力出してくれる。で、SS なんだけども、まあ、この SS が、使ってみたでね、まあ、判断できたんかもしれんけど、なんか、計算がね、いろいろなんか難しくてどういうことなんかなと思っていて、結局よ、これにたどり着いたわけ。ちょっと見てもらうと、これ、直殴りのいつものあのワンパンタイプの殴りプラス割合があったわ。これ嘘でしょ、マジで。で、その直殴りの追撃はあんまりダメージがなくて、その割合がメインの追撃だったわ。これはちょっとさすがにそこの発想にならんかったな、これ。というところで、しかも、2段階目約 40% ぐらい、まあ、39点ね、なんとかなんだけども、約 40% ぐらいも持っていってくれるということで、これ、なかなか強力だな。やっぱり最近は、直殴りワンパンよりも、割合ダメージの方がしっかり活躍してる印象があるよな。だから、ここでよ、そういうのが、判明したということで、まあ、いいのかな、というところで、まあ、早速、使っていきますか。やっていこう。さあ、というわけで天魔4で使っていくぜ。まあ現状天魔4でくらいしか強み見せれないよな。まあオッケー、やってみよう。そう、アンチブロックがあるから立ち回りやすいと。ちょっと待って、股間にたまたま湧いてんだけど、まあまあそれはいいのよ。縦勘で右行ったら入れ番するかな、これ出てくるかな。あ、オッケーいいよ。お、で次、右上直ではまれるな。あ、そう考えてみるとアンチブロックすげえ便利だわ。あ、しかも抜けた場合でもビットンが守ってくれる。あ、踏むな。ならパネルを踏まないように、右から行ってみますか。ちょっと厳しいなこれ。あ、絶対ダメこれ。あちょっと、おお、いや、これを見せたかった。うん、まあ、これがニューガンダムの力、伊達じゃないと。はい。じゃあ、左はまる。ああ、だからやっぱりよ、アンチブロックあったら、まあ、ない場合と比べて、まあ、着実に進んでいけると、なんかすごい地味な感じはあるけども、まあ、そこが利点だよな。で、次は、ああ、これ踏んでんのか。じゃあ、左のスイッチを踏んで、右、はまろう。これいけるんじゃない？うん、オッケー、いい。まあ、でも別にそんなね、毎回毎回必ずハマれってわけじゃないから、そこは、気にしなくてもいいけども。これはどうしようかな。横で降りて、ハマっていくか。あー、やっぱそう、気になるのが、使う前の段階でやっぱニュートンアルファの方がやっぱ火力出せるなっていう印象なんでな、まあ、絶対そうなんだけど、で同じアンチブロック持ってるドンキホーテいるんだけど、ドンキよりはまあ強いよな、圧倒的に。やっぱニュートンアルファ強いよな、あの人本当に。何なんだろうあれ。お、ここもハマりやすいぞ。でこれは行くけど左経由した方がいいな。直で行くとガッて弾かれるからな。オッケー、いい。でビットあるのやっぱりいいわ。
お、あ、そう、で、これマジすごい、ドレイン M よ。ド M で回復できるわけ。これぐるっと回っていこうか。あ、ごめん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 。そう、ドレイン M のド M ですごい回復するから、それすごいよな。だから今後本当、浦原さんのカウシーディアみたいに、高難易度で、オラ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 、活躍する場合が十分あると。しかもしっかりパワーオーラ出てる。この演出いいよな。このブワーってやつ。しかもボール A が機体で、アイコン人間っていうのがすごくいい。ああ、じゃあ3フレのダメージ出してえな。ちょっとここ、無理だと思うけど、3フレで地雷取った時、どんだけ出るかっていうのを、しっかりここで確認しときたいな。友情コンボなかなか出るな。あ、友情コンボなかなか出るわ。お前、ちょ待って。おい、これキラー乗ってるやん、これ。は？おい、これ気をつけた方がいいな、これ。さあ、これちょうどいいな。ニュートンアルファ、これワンパンいけるよな。あ、やっぱり、ニュートンアルファ強いわ。うん、お互いにいいとこあるな、これ。立ち回りやすくて、割合に迫って回復もできる。ニュートンアルファ、あいつ、やばいな、あいつマジ。さあ、ということで、この SS 気をつけた方がいいな、これ。ビットンに撃つわ。ちょっと俺ミスったから、今戻ってきたんだけど、気をつけて、状況ってブロック外して。で、まあ、雑魚処理は着実にやっていく。OK。まあ、やりやすいよな。でもちょっと相当時間かかりそうだから、そう、雑魚処理飛ばしますか。オッケー、いいよ。さあ、ということで、先ほど調子こいて打ったら、ビット殴っちゃったのね。ブロックの上にある、これこれこれこいつこいつこいつ。しかも SS 殴っていけるし、割合も出せるんだけど、この10日のやつ気をつけて、これ。あ、これ右に行けるな。抜けないで、抜けないで、行ってこーい。で、殴ってからの OK で、ここで追撃、割合も出していく。おお、どんだけ減ったこれ。ああ、いいんじゃない。 SS 打つこれ。ああ、打たず、ちょっと上倒す。 OKOK、 まあ焦らなくて大丈夫で、次で打とう。上のあれに、まあ、うまくはまったら、あの、近くの敵になるでしょ、結果的に。ボスに行ってくれる。お、これ完璧だね、これ。行ってこーい。あ、ちょっと待って、これ来るやん、こいつは。あ、でも、投下してる、投下してる。危ねえ、行く、ボス。おし、あ、クリティカル出るわ。このパワー、あれ、なんで透明の方倒した、あれ、あれ、え、透明じゃなかった、あれ、え、透明ないな、あれ、え、ちょっと待って、わからん、ちょっと待って、俺なんか見逃した、まあいいわ。これハマったらいいんじゃない、これ使ってみたらやってた、ボン、ブリ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 ブシュ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 ってやつ、行ってこーい。あ、ごめん、あ、ちょっと、まあいいけど、あ、たまたま、いいね。何がいいんか知らんけど。はい。まあ、ラスゲいけるし。じゃあ、まず、普通にはまっていく。OK、いいよ。それで次は、これどうしようかな。横で行って、はあ、これ当たってないな、上に。これでいいでしょう。うん、OK。だからこれが、ほら、長バラ生かせるんだったら、まあ、倒せてるわけよな。まあ、ここではね、できないんだけど。
あハマってるからブリブリドレイン M ド M 作戦。そっちそっちそっち選ぶか。まあでも結果オーライ。右倒すか。危ねえ危ねえ危ねえ、上に地雷が来ると、ドーン、オッケー。さあ左ってどれぐらい倒せるっけ。あ、防御ダウンした。まあ一応クシティ使っとくか。なんかなんとなく連れてきてるから、よし、クシティさん使って、まあ、確実に倒しておく。で 3P で、まあ、強引に最後ね SS で削ってくださいと。OK、いいよ。さあ SS どう打つかだな。すげえ寄せられたけど、おおおおおおずず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 いいいいいい、いいいいね。このクエストはあんまり弱点意識しないでいいクエストだから、もう適当にやるけど、はい、残りちょっと。お、どうしようこれ。まあ別にもう余裕でいけるけど、これで殴ればいいか。あ、もういけ、なんでえ、これで終わり。うん、オッケー。はおお、なにこれ、なにこれ、何の時間これ。まあ、というところで、まあ、ニューアル強いな。うん。まあ、それ、かなりメリットあるけどな、アムロも。どうなんだろうな。まあ、お互い同じぐらい強いんかな。こっち強いんかな。さあ、というわけで、ちょっとまあ、強引にアンフェア行くわ。運棒が出るまでに。あ、やばい、じゃあ、一発目嘘、ちょっとうんぼ出たから行くわ。縦勘でいけるんかな。待って、これ1回目でいけるかな。うっすらでいけるかな。え、いや、これもうちょっと薄めだな。追撃でいけるもんな。怖行ってこーい。うんうん、オッケーあ、もう倒した。マジ？そう、ここ倒せないと、右に引っ張られて、すごい強烈な、レーザー、ブワーって来るから、ダメなの。おもらしが来るから、上の方の階で待ってるアンフェアが、ふーってやってるから、それを思い切り食らっちゃうわけね。だから、汚いから。オッケー、いいよ。さあ、見せていこう。ここで上にいるから、縦勘で行けばすり抜けて、上から行こうか。上から行って、すり抜けてアンフェアをゴゴゴゴゴって。うん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 。いいよ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 。で、次 1P。で、また同じように殴っていく。お、地雷が今回あるから。地雷があるからもう一瞬で EL の力で。はい、もうこれですよ。痛そう。最後に痛そう。で、次。これが、臭いもん。ちょっとふざけすぎ、ちょっと。甘いもんね。そう、なんか、汚いな、さっきから。ちょっとやめよう。やめましょう。真面目に使ってみたやろう。はい。で、出した。次。あ、パワーオーラ消えたけど、ドメインで回復して、また戻ってきて、ブリブリドッカン、オッケー。これいいよな。体力
すごすぎん？マジで。はい。で、はまっていく。あ、ごめん。下にあったわ。下にスイッチあったんだわ。はい。さあ、引っ張られて、まあもうここはもう心配もう全くない。友情もなかなかいいよな。で、奇数だから、上がっていけば大丈夫。なんか、パワーオーラ消えるの、ちょっと一瞬心配するな。なんか、ちょっと心配しない？なんか、元気あるかなみたいな。はい、さあ、ということで、ボス戦だな。下に、やつ、下の投下しただっけ？あ、2体いるのか。あ！はまるこれ。アンフェアの股間に。あれやりてえもんな。さっきできなかったから、天まで。やるか、SS 使って。それではまっていくわ。行ってこーい。おっしゃ、このパワー、この最中も友情コンボ拾ってくれる。いいよ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 。マジ、うっすら横勘で割合だけ出そうか。いや俺横勘下手くそなのよ。まあ失敗して上がってもいいけど。いってこい。まあ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 、ラスト SS 使ってぶっ飛ばしていきますか。いやでもすごいよ、こんな風にいけるスペック持ってる。さあ、でここでどうしようか。縦勘とか横勘でスイッチ踏まないようにやり過ごす。上ずらしたくねえもんな。横でキープしとくか。やったわ。ちょっとマジやったわ。おい、まあ使うか。一個踏まないような角度を考える。ほぼ運な気がするけど、行ってこーい。おマジ、あっ、オッケーオッケーオッケー。いやここ適正とわけないけど。はい、というわけで、参考になれば嬉しいですけど、皆さんあばよ、十分強い。はい、いいからそこに並べ、俺が焼きをしてやるからよ。焼き印がかわいい。契約完了。勝手に契約すんじゃねえよ。今宵もご来場サンキューな。よかったら評価頼むぜ。まだ次の夜会で待ってるぜ。焼き印って仕方ねえ。